皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回は筋肉痛と筋肥大の関係についてお話をしていきます。トレーニングしている方はね、皆さん筋肉痛の経験ってあると思うんですけども、筋肉痛が来るとやっぱりあトレーニングちゃんとやったなっていう感じがあって、なんか筋肉つきそうな感じがしますよね。で、実際にコメント欄でですね、筋肉痛が来た方が筋肥大しやすいんですかっていうようなご質問もいただいていたので、それについてですねお答えをしていきたいなと思います。で、結論から言いますと、筋肉痛と筋肥大実はそれほど関係ありません。筋肉痛が来るから必ず筋肥大するというわけでもないですし、筋肉痛が来てないからトレーニングが足りないということでもないんですね。実は関係がないですね。で、なぜかと言いますと、実はですね、筋肉痛ってなぜ来るのかよく分かってないんです。まあ、トレーニングした後に起こりやすい、特にその中でもエキセントリック収縮といって、筋肉がこうぐーっと伸びていく時に力を発揮するようなトレーニング、例えば腕のトレーニングで言ったらインクラインカールとか、足のトレーニングスティフレッグデッドリフトとかですね、筋肉が伸びたところでこう力を発揮するような種目をやると筋肉痛が起きやすいと言われています。で、もう一つですね、慣れないことをやると筋肉痛が起きやすい、まあ、これはね皆さん分かりやすいと思います。久しぶりに運動したらめちゃくちゃ筋肉痛になったとかですね、しばらく年末年始でトレーニング休んでて再開したらめちゃくちゃ筋肉痛になったとかですね、経験あると思うんですけども、体が慣れていない運動をするとやっぱり筋肉痛が出やすい。で、その運動に体が慣れていくとだん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 筋肉痛が出にくくなってくるという特徴があります。なので、例えばこう同じトレーニングやってて、1回目はめちゃくちゃ筋肉痛が来て1週間ぐらいね筋肉痛取れなかったけど、2回目やった時はまあ軽めの筋肉痛3日ぐらいでもう筋肉痛収まりましたと。で、3回目やったらもう筋肉痛来ませんでしたと。じゃあもうこのトレーニングの効果なくなっちゃったのかっていうと、そんなことはないです。しっかりねトレーニングできていれば筋肥大効果はありますので、で逆に筋肉痛来てんな、これはもう筋肉でっかくなるなっていうことも実はないので、筋肉痛が来たからって安心はしないでください。ただまあその一つの指標としてね、筋肉痛が来るぐらい追い込んで鍛えるっていうのは筋肥大に必要なことではあるので、しっかり追い込んでトレーニングできてるかどうかっていう指標としてね、筋肉痛が来てるかどうかっていうのはまあ目印になるかもしれないんですけども、筋肉痛が来ないから筋肉が大きくならないということはありません。で、筋肉痛が来てるから必ず筋肉が大きくなるということもありません。実際にですね、国内トップクラスのボディービルダーで筋肉痛は来ない方がいいっていうふうにねおっしゃった方もいらっしゃいます。私も普段同じようなトレーニングメニューでずっとやっているので、筋肉痛が来ることってほとんどないんですけども、それでもやっぱり毎年ね筋肉をしっかりつけて大会に出られているので、筋肉痛が来ないからといって筋肉が大きくならないというわけではないので、そこは安心をしてトレーニングしていただければなと思います。それではですね、今回は筋肉痛と筋肥大の関係についてお話をしました。他にも知りたいことがあればコメント欄にコメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。